はい、今から朝食用のケーキを作ろうと思うんですけど、ココアのケーキです。とっても簡単なんです。特にフードプロセッサーを使うのでとっても簡単にできます。混ぜて焼くだけなので準備時間は1分か2分という感じです。で、結構美味しくていつもすぐになくなってしまうので何回も作っているレシピです。ぜひやってみてください。フードプロセッサーがない場合は、電動の泡立て器とかでもできますし、それもない場合はダマにならないようにしっかりかき混ぜることさえやれば大丈夫です。それでは始めます。今回もこの24センチの型で作ります。で、オーブンは170度に、予熱しておいてください。ではまず、卵を4つこのフードプロセッサーの容器の中に割っていきます。卵を4つ割ったら、はかりの上に乗せて測りながらお砂糖を 150g 入れます。そして一度フードプロセッサーにかけます。そしてさらに材料を追加していきます。まず牛乳とサラダ油が 120g ずつ、まずサラダ油を入れます。 120g、そして牛乳も 120g 入れます。そしてもう一度フードプロセッサーにかけます。あとお塩も一つまみ入れます。そして小麦粉とココアとベーキングパウダーを入れます。小麦粉が 200g、 ココアが 20g、 ベーキングパウダーが 12g です。まず小麦粉を 200g 入れます。ベーキングパウダーが 12g、 そしてココアが 20g です。で、この、ココアとかベーキングパウダーを入れる部分は、フードプロセッサーを使わない場合はダマになりやすいのでふるいながら入れるといいと思います。で、これでまたもう一度フードプロセッサーにかけます。あとはバターを塗っておいたこの型に流し込むだけで準備完了です。チョコチップなんかを混ぜてもいいと思います。そう、私も時々チョコチップを混ぜて作ることもあります。あとは170度のオーブンで40分から50分焼きます。焼きましたので確認してみたいと思います。あ、もう焼けてます。出来上がりです。これで冷めるのを待ちます。ココアのケーキ出来上がりです。これ明日の朝に試食してもらおうと思います。今から味見の撮影をしようと思って開けてみたらこのような状態になっていました。丸いはずのケーキがパックマンの形になっていました。これは主人が犯人だと思います。多分私が明日撮影するからそのままにしといてねと言ったのをすっかり忘れて味見してしまったんだと思います。こういう状態にしてあったんですけど、もともとの型をこうかぶせて置いといたんですね。でも
朝このような状態になっていました。というわけで綺麗な完成の形が ないんですけどこの形ですが仕上げていきたいと思います。粉砂糖を上に振りかけます。完成です。丸い形ではなくてパックマンのチョコケーキ完成です。美味しい。